よろしくお願いいたします。ま、勉強会新シリーズですね。新シリーズ、そう、皆さんのおかげで新しいシリーズが始まりました。ありがとうございます。この流れで進めていきたいと思います。今回はお仕事、この前おしゃべり会の時に皆さんがそのお仕事とか見るのをより特化したというかね、どんな風に読んでいくのがいいかみたいな話で、それでその勉強会しようっていうことになったので、まずそのお仕事だけ、今日はお仕事だけでね、読み方を最初に基礎知識としてお勉強一緒にしていって、その後に例題、ホロスコープ、参加者のね方のホロスコープ使って例題っていう感じでやっていきたいと思ってます。で、まずこれはもう仕事関係なく全部まあ同じなんですけども、仕事を見る上でも最初のこの半球の偏りっていうのは必ず見る必要があります。これカリキュラムにね、勉強した部分になるんですけども、天体がどこの部分に東側なのか西側なのか北なのかっていうのを、どこにねいっぱい天体があるのかなっていうのをまず見るっていうことですね。で、それをまとめたのがですね、次なんですけど、東側、左側ですね、に天体がいっぱいあるよっていう人は、まあ、自分軸なので、自分で仕事をする、まあ、自営業の人とか、あとは自分で仕事を勝ち取っていくようなタイプの仕事の仕方の人が多いですね。で、今度反対側の西側、右側にね、天体が多い人は、他者軸で仕事をする人が多いので、共同経営だったりとか、あとは組織に属していたり、あとお仕事とかも私が鑑定する中では、大体皆さん紹介されてみたいな、今の仕事に就いたんですみたいな人が多いのは、東側に寄ってる人は多いです。あ、じゃあ西側、ごめんなさい、西側で、東側に寄ってる人たちはもうなんか自分で見つけてきましたみたいなのをよくこう言ってるとか、自分のこう趣味とか今までやってたのが得意で、これそのまま仕事にしましたみたいな人は、大体東側に寄ってる人が多いなっていう、鑑定してからもそういう印象があります。で、次、南側、上ですね。上の方に天体が多い人は、もう社会軸なので、これもすごく大事。活動、不動、柔軟。もう皆さんね、ここは分かっているかなと思うんですけど、これも偏りを見ていきます。で、活動球が多い人っていうのは、まあ、活動球ってこう、自らどんどん動いていく、常に動き続けるものっていう意味なので、なんか自分からこう、アイデア出したり、企画出したりとかね、営業に行ったりとか、体動かしたりとか、そういう仕事に就く適性がある人が多いかなと思います。で、不動級に多い人っていうのは、でエレメントは火、地、風、水ですね。これの偏りも結構職種、職業に関係してきます。で、火はね、楽しいこととかワクワクすること、チャレンジングなね業務を選ぶので、なんかエンタメ業界とかにいる人もまあまあいらっしゃいますね。で、あと、営業とか研究職の人とかも今まで見てきた方多いの、火のエレメントの方ね、多いかなと思います。なんかこう自分で企画出してできるとか、いろいろチャレンジさせてもらってるとか、なんかパティシエなんだけれど、毎月自分の新作を出せるみたいな、そういうところに行った途端、すごいこう楽しくできてますみたいな人とかもいらっしゃって、まあ、やっぱり、自分がこう、の中にある火のエネルギー、内側から出てくる精神力みたいなのが、しっかり出せる職場とか職種みたいなのがいいかなと思います。あとはまあ、そのまま火を使う仕事とかね、調理関係とか、あと、包丁とか、あと、ハサミとか、そういう刃物系使う仕事の人とかも多いですね。外科医さんとか。で、地のエレメントは、4つのね、軸のバランス見ると、そんなにバランス悪くないんですよね。で、パッと見た感じは、東側と西側だったらそんなにバランス1、2、3、4、5、5個ずつかな、天体は。で、南と北だと、北の方が多い。下側がね、天体ちょっと固まってる部分があって多いかなっていう感じなので、まあ、しかも太陽とか水星とか金星とか木星とか火星とかね、あとチャートルーラーの土星も北側に天体があるので、まあ、どちらかというと、テレワーク的なことだったりとか、あとは自分の趣味を仕事にしたりだとか、まあ、社会に出て活躍するぞっていうよりは、自分を満たすために仕事をするぞみたいな、そういうね、タイプの人かなっていうふうに、まず、ザクッとね、読み解くことができます。で、そういうタイプの人が、その、
社会にガンガン出なければならない仕事ってめっちゃしんどいんですよ、やっぱり。だから自分が楽しいとか、自分が満たされるみたいな仕事だと、あ、なんかやってるなっていう、私らしいなって思うんだけど、こう誰かにやいやい言われながら、その、なんだろうな、社会にどれだけ自分が役に立つのかみたいな観点で仕事を考え出すと、ちょっと崩れ始めるっていうのはあるのかなっていうふうに思うので、その、そこがね、こう、この4つの軸でもしっかりと読み解ければ、その悩みにね、合わせてお答えできるかなと思います。で、活動不動柔軟では、活動級が10、点数で言うと14、不動級が、11と、MC とアセンダントも不動級なので、プラス6で17。で、柔軟級が1です。海洋性だけですね。なので、柔軟級がもう海洋性しかない。で、あと不動級と活動級がすごく強い方なので、さっきのね、エレメントとクオリティと軸だけでもこんだけ読めるんですけど、まだまだ読むところはいっぱいあります。で、仕事をポイントとして着目する、まず天体ハウスなんですけども、天体は太陽、水星、火星、木星、土星です。基本的にはです。絶対これっていうわけではないんですけど、基本的に必ず目を通してほしいのがこの天体です。で、太陽は、何の時も必要ですけども、自分がね、こうなりたいよっていう自分像とか自我とかに当たるので必ず必要ですね。で、水星っていうのは、まあ、知性やコミュニケーション能力を司るので、この人がどれだけその、他は、まず MC ですね。MC は、まあ、到達地点。人生の到達地点とかゴールってよく言われてますけど、ここにも最終到達地点ってね、書いてますけど、まあ、理想です。MC は理想を示します。こんな風に最終的になるぞっていう場所。だから MC を目指せるのが一番いいんですね。その人の中で。で、別に MC のサインの職種じゃなくてもいいんです。だけど、MC のサイン、その星座のらしさは、その仕事というか、する上ですごく大事になってくるので、まあ、MC のね、サインはしっかり見る必要があります。どのサインにあるかなっていうことですね。あと、カルミネートとエレベートですね。これ、カリキュラム8でお勉強していった内容になるけれども、カルミネートとエレベートの天体、本当にお仕事を読む上ではすごく大事です。これは必ず読む必要があります。で、特にカルミネートの方は、本当に読ませてもらいます。で、さっきもちょっとね、お話ししたんですけど、チャートルーラー、水瓶座がね、アセンダントなので、チャートルーラーは、まあ、土星に、なります。で、理想は天王星なので、Qハウス的なのが、ご本人は理想だと思うんですよね。海外だったりとかね。なんかちょっとこう、まあ、先生術師、じゃあ先生術もQハウスですけどね。そういうことだったりとか、ちょっと専門的なことをしたいな、みたいなのが理想なんだけど、現実で実際にどこにいるかっていうと、6ハウスの土星がらしさになります。なので、その6ハウスのやらざるを得ないこと、まあ、家事とか、あとは、ちょっとした業務とかね、あとサポートとか、そういうことをコツコツとやっていくっていうのが、まあ、私らしさっていう意味ではあるかなと思うので、すごく、この土星、6ハウス土星っぽい仕事、しかもカニ座の仕事をついているっていうのは、あるのかなっていう感じで読めとけますね。で、火星も入ってるんだね。福祉関係だったりとか、保育関係だったりとか、まあ何かしらこうサポートするようなね、お仕事に疲れてるんじゃないかなっていう感じで見ることができますね。で、太陽と土星っていうのはスクエアになっているので、自分のこうなりたい自分、よく鑑定で聞かれる天職は何ですかです。天職ってまず難しいですよね。その次に適職って書いてあるんですけど、天職と適職はまず全然違います。で、天職っていうのはライフワークのことですね。自分の、その、人生がすごくこう、喜ぶというか、なんか内側から、やってるなみたいな感じ。で、適職っていうのは稼げる、ライスワークの方です。ライス、ご飯が食べれる方ですね。で、そこがちょっと読み方が違います。天職は MC のサインと、あとさっき言ったカルミネート。そして、MC のサインのルーラーが天職になります。で、適職は何ですか？お金が稼げる
仕事は何ですか？結局仕事を読むのってさっき最初の基礎知識であったいろいろ観点はあるんですけど、やっぱり全体を読んでいくことになるかなとは思います。だけど仕事はこの天体を使うとかこのハウスはこうみたいなのをちゃんと把握しておくことでより的確に読めるようになるかなっていうのと、やっぱ大事なのはその今この人はどの天体を使っているのかなっていう観点、お話を聞きながら、あ、これは蟹座の、あ、火星の牡牛座の発言だなとかね、あ、これは蟹座土星の発言だなとか、あ、この考え方は水星天秤だなとか、そういうのをお話を聞きながらこのチャートに照らし合わせていくっていうのがまず大事です。で、まあその鑑定書のとかだともう本当にさっきの基礎知識のやつを読み解いて書くしかないんだけれども、お話をこうやって一対一でする場合は、そういうふうに、今どの配置を使ってこの人はいるのかなって、この配置で悩んでるんだなとか、それをちゃんと見抜いて、そこをうまく取り入れていくっていうことをすると、スムーズな星読みになるかなっていうふうに思います。質問あったら言ってください。で、次はですね、皆さんのリクエストにお答えして、この、今仕事編だったんですけど、次は恋愛編です。